キラル中心とは分子のキラリティを生じさせる元となる原子を言う。不正原子、または不正中心とも言う。最も多く見られるキラル中心は異なる4つの原子、または置換気に共有結合している炭素である。かつて東洋漢字時代には不正という字が当てられたことがあり、不正という表記が残っている辞書もある。常用漢字には正の字が追加されたので、 再び不正が使われることになった。炭素原子には最大4個の原子が共有結合でき、この時4本の結合はすべて単結合であり、4個の原子は炭素原子を中心とする正四面体のほぼ頂点に位置する。この時4個の地換基がすべて鏡栄対象であれば、この分子の共造同士はどう移動させても重ね合わせられない。 すなわちこの分子はキラルであり、その共存同士は互いにエナンチオマーである。不正炭素原子は分子がキラルとなる一つの要因だが、必要条件でも十分条件でもない。例えば図1バイトのように4個の地換器のうち2個は鏡 A 対象で2個は1体の共存であれば、この分子の共存同士は重ね合わせることができてキラルではない。不正原子を複数持つ。 メソ化合物も,もキラルではない。また、アレン誘導体のように、不正炭素原子を持たないがキラルな分子もある。炭素原子以外でも、4本の単結合で正4面体のほぼ頂点に位置する原子と結合する原子なら、同様なことが成り立つ。例えば、炭素と同じく周期表で、第14属元素のケイソゲルマニウム、鉛は、キラル中心になりうる。またアンモニウムも、 同様に、キラル中心になりうる。周期表で、第15属元素の窒素やリンは、通常3本の共有結合しか持たないが、4本目の結合の代わりに孤立電子体を持ち、3個の単結合原子と1個の孤立電子体が正4面体のほぼ頂点に位置するので、キラル中心となりうる。しかしこれらの原子は、3個の単結合原子が同一平面となる。 繊維状態を経て、傘が裏返るようなピラミッド型分子の立体反転を起こし、エナンチョーマー間の交換が起こる。通常のアミンの窒素原子では、このような立体反転の障壁が低く交換速度が速いため不正原子とはならないが、ホスフィンのリン原子では、立体反転の障壁が高く、エナンチョーマーが単離できる。作体には、中心金属原子周りの灰石の配置による、 立体異性体が存在するものがあり、エナンチオマーが存在する作体では、中心金属原子が不正中心となる。N 個の不正原子を持つ分子中には、重なりを無視すればに N 個の立体異性体が考えられる。これらの立体異性体の中で互いに共造となる体は、互いにエナンチオマーであり、互いに共造ではない体は互いにジアステレオマーである。 しかし、ジアステレオマーの定義は、エナンチオマー以外の立体異性体であり、複数の不正原子を持たないジアステレオマーもあり得る。iupac ゴールドブック、キレリティセンターハット http コロンスラッシュスラッシュ goldbok.iupac.org スラッシュ a00479 ドット html iupacgoldbok ダッシュ。 アソメトリックカーボンアトム日本科学会、標準科学用語辞典第2班マルゼン科学、大辞典編集委員会、科学大辞典第3班協立 IUPAC、ベーシックターミノロジーオブステリオケマストリー。ありがとうございます。